はい、こちらです。まあ、最近おなじみとなっているこんな感じで今まで来たよっていう歴史を振り返る感じです。はい、行きましょう。こちらです。はい、でどうしようかな、上から一個一個聞いていこうかな。はい、うん、2012、だいぶ遡る7年前かの X のオンラインで遊ぶ。そうね、うん、なんか、うん、結構、まあ、友達とかとは、うん、まあ、やってたりしたんですけど、うん、あの家に呼んだり家に行ったりで、うん、まあ、よくあるやつ、その学校の友達とかと。そう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 、うん、まあ、でまあその中では強くて、うん、でまあオンライン興味あって潜ってみたいな、うん、あ、めっちゃ一緒だ、めっちゃ一緒。大会そのオフとかには出ずってことだよね。そう、うん、で X で遊んで、その友達と遊んでる頃は何使ってたの？デデデ。なるほど。そう、あの投げ連のデデデね、この時期は。そうね、そう、うん、ちょっとネットでちょちょいっと調べると、うん、まあ、出てきて、うん、あ、こんなのあるんだっつって、うん、まあそうですね。なるほど。で、まあ、そこはまだなんていうの、あ、オンラインってこの時代さないじゃん、 VIP とかない、ガチ部屋とか、はいはいはい、この時はなんかその対戦スレとかさ、あ、なんか何を掲示板みたいなのがあって、あ、やっぱそうです。 そこを、うん、そこ出身という出身ですね、うん、なんか掲示板で人となんか、まあ、対戦したいみたいな、うん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 、でオンラインではその友達には勝ってたけど、オンラインではまあ強い人がいっぱいいてみたいな。まあそうですね、よくある感じね、うんうん、でスマブラ 3DS が発売して、そう、ここね多分一緒で体験版にいるんだよね、ロックマンも村人も。そうなんだ。そうで新キャラだし、そう、触ってみるかっつって触って、で結構体験版でやっぱ楽しいからやり込んじゃう。そうなんだ。そう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 、フレコ唱えられる？ちょっと話戻るけど、ちょっと無理だな。ちょっと覚えてないな。みんなフレコをね唱えられるんで、まあ、それで、ね、そうそう、体験版からいて、はい、体験版何日ぐらいやったんだっけ、3日とか発売まで。そう、そうね、そんぐらいだよね。ただ、うん、僕ちょっとお金なくて、その時お1ヶ月体験版で1ヶ月体験版やってたんですよ僕。ずっとロックマン使ってて1ヶ月コンピューターと相手に。なるほどね。そう、うん、これちょっと特殊かもしれないですね。なるほどね。発売で始めたんじゃなく、そう、発売からお金が貯まるまでは、そう、体験版で1ヶ月間ロックマンを体験版でコンピューター相手に触り続けたっていう、うん、なるほどね、はい、で買ってからはまあね、いろいろガチ部屋とかスマメージとかあるから、 それやってっていうね、はい、そんな感じです。うん、で1人で会場へ、初のメブラ。そうです。なんかそのさ、身内多いイメージというか、あ、 今でこそなのか、うん、うん、まあそう、なんか割と、なんだっけ、ボーイズだっけ。あ、はいはい、そうそうそう、なんか身内の集まりが結構濃ゆくて、はいはい、そうそう、仲いいイメージあったけど、あ、この頃はまだ、その時はまあ本当に X からちょっと掲示板で知り合ってた人たちとはその仲良かったんですけど、うん、まあ、その人たちはまあいろいろ地方も違ったりして、うん、あ、まあ、オフに興味を示したのは僕だけで、で、まあ、一人ぼっちで会場へっていうのが、うん、そういう感じです、うんうんうん、初のメブラはこれはいつだ、 3DS 時代、いや、あ、 WiiU かな、 WiiU、 5月だから WiiU。 なるほど。で、うん、この頃はいつだ、いつのメブラ、いつぐらい、いつ、俺より先かな、俺ミュウツーぐらいなんだよね。ミュウツー出て初のメンブラが、あ、全然多分それより前かな。あ、そうなの。うん、多分ね、うん、いいんだよな。なんか割とさ、オフってなんか洗礼を浴びるイメージあるからさ、ね、オンライン勢がみたいな。そう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 、そういうイメージあるから、割とね、その最初通用したり誰かに評価されたりっていうのは嬉しくて覚えてるもん、ね、うん、で、そこはそうか、予選は抜けて、うん、だからこんぐらいか、48から96、そうですね、64とか、そう、うん、そのぐらいです、ね、ぐらいをある程度の期間さまようと、1年間ぐらいさまよってた、うん、ロックマンで、うん、ロックマン、この次さ、クッパが来るじゃん、この次の行で。クッパ来るまでずっとこれ、ずっとロックマン、ロックマンで超えられず、成績はこれ。あ、マジか、うん、で、クッパが来るんですよ、皆さんご存知の。そうなんだよね。うん、あの、もう記者クッパですから、もうちょっと前まではね。で、クッパが来て、来てっていうかね、別に追加されたわけじゃなくて、しかも当時なんか、うん、バージョンも更新されるときに告知とかなくて、うん、あ、今でいうその何日にアップ、そうそう、うん、何日にアップデートしますよみたいななくて、寝て起きたら急に来てて、うん、あ、そうだ、そう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 、あった、なんかその告知の時もあったけどみたいな、うん、それで、うん、でも遊び程度で使ってたんですよ、クッパ、うん、その元々ね、そうです、うん、
急にボーンってあれなんだこのキャラそのコンセプトから変わっちゃったしねそうあれ、うん、でもでまあ皆さんねちょっと知らない人もいるかと思うんで説明するとここのアップデがあのすごい大きくて、うん、クッパってあのもともと単発でどっかで通して大技をっていう、もう重量級キャラだったのが、ドンキもここだよね確か。ドンキもここ同じ。あのおなじみの投げから空上で撃墜するコンボをここのアップデートで急に手に入れて、急に投げキャラになるっていう。最初から最後まで全部投げみたいな。そう、あのそういうキャラになったんですよ。でそれを受けて、もともとその投げキャラじゃないクッパで遊んでた記者さんが使い始めて。でずっと破れなかった壁をクッパがババーンってジョリジョリジョリバシーンやったーって嬉しかった変えてメブラ24で12そう、うん、でその後クッパで割とノリノリとそう、うん、その結構スマバトでも6、うんうん、あれう、ね、この辺でさラナイさん倒すよねあこのベスト6の時ラナイさんを、うんまあ、1回倒してそうだよねでメブラその後の梅村でもまた倒さなかったっけ？そうです梅村の C、うん、なんだっけ S なんかそんなあのポケモンとの合同のやつ、うん、シングル中あそうそうそんな感じ S そうそうそう S なんちゃらねそうそうそう、うん、それでもなんかそう配信で勝って、うん、そう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 ボーリングを上京でかき消したりしながらね結構ケプトさんはその時期やっぱケプトさんとかと結構対戦してたから、うん、やっぱりその対策が自信あって、うん、そうでそう当時のラナイさんって言ったらもうトッププレイヤーで、うん、その人に勝てたっていうのはやっぱ結構自分の分岐点であったかなって思います。うん、あれはね見てる側も嬉しかったね。やっぱやってる人がそのキャラの強い人に勝つっていうのは割ともうねあるあるで嬉しいもんね、うん、で割とクッパで乗ってきてメブラベスト12計3回が最高。そうこれはねあのちょっと割とスマブラガチでやってる人が見ると気持ちが分かるというかかなり悔しいそうだね一桁っていうのが本当にでかいからそうだね、うん、8と12は天と地のほど天と地というか、まあ、いやまあ天と地だねあのその勝者が全部ベスト12まで行ったんだけど、うん、でベスト12で落ちると敗者側から上がってきた本当に強い人がと1回勝たないといけないそうなんだよね。ここがきつくてここの壁はどうしても破れなくて、そうそうそう12はね割と勝者側のトーナメント次第ではいけるんだよね。そうそうそう梅木さんとかがなんか会社側からドーッと上がってきて、そうそうそう、そこにまあ普通に食われちゃったりして、そう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 、これねトーナメントの数こなしてる人は分かるんだけど、2420あれなんだよね、勝者側ってどんどん半分になっていくから、あの最初96で本戦が始まって、うん、964824と3回ぐらい勝つともうここまで来れちゃって、でそこで負けると、うん、今岸田さんが言ったようにうあの次当たるのは怪物は、そうそうそう、割となんか運悪くウィナーズで負けちゃった本真の強者がそうだ、ね、そう勝ち上がってきて、それを越すと8に行けると。そう、うん、なんだけど、まあ、そこのちょっとね悲しい3回を積み、そう、ね、JPR っていうそのまあ日本ランクも30から45位をうろちょろと、うんうん、第1回から最後までこの辺、うん、あ第1回からそう、ああ本当にずっとこの辺だった、うんうん、でファイナルでスマブラ 4Wii U が終わり、うん、SP でスネークですよ、うんうん、これは結構ね4からしたら4から知ってる人たちからは意外、まあ、俺も意外だった私。あそう、うん、そうここはねちょっとねあの今日トークテーマ3つのうち1つがちょっとキャラについて、はい、ちょっといろいろ個人的な興味で聞きたくて1個用意してるんで、まあ、そこで深掘りします、うん、でスネークメインにして今のところはまあね、スネークを、うん、使ってるっていうのもあって、うん、まあってなのか分かんないけど、うん、メブラベスト48を超えられずに、うん、Wii U のね最初の頃をここのね青字で書いてある48の壁を超えられずって言ってたぐらいの感じですと、はい、今そうだね、うんうん、まあ当時とレベルはやっぱ違うんだけど、うん、まあ確かに確かに、うん、選手の層がね、そうだね、うん、衝撃でしたってセリファンが何か言ってます。そんな感じじゃなかったと思うけど、うん、っていう感じですかね、はい、うん、なんか歴史で言い残したことあります？いや全て語り尽くした、うん、そうだね、今挙げてもらったケプトさんが挙げてもらったので結構語り尽くしたかなって感じかな、うん、OK です、はい、じゃあ